まあ出ました、はい、はい、こんなラインナップでございますけれども、見つけてから共通点、あ、なんかいいですね、シンプルで、そうですね、絶対にこの3つやれよという圧を感じます、ね、あの構成作家は割と茶番をさせたがるやつなんですけど、ね、あの問題児ですよね。そうなんですね、声優というやつが屈指の問題児ですよね。そう、あ、そちら OK、 出ます、これからいきましょう、こちら、はい、はい、見つけてやがれ共通点。まあまあなかなかこう2人はどうなん、こう仕事するの、安本と栞里ちゃんはこうちょこちょこはありますよ、ちょこちょこあり、現場で今このご時世もあるから、まあね、会うってことは全然ねえか、難しいか、なんかこう生放送とかで、なんかうちら別のラジオにもゲストで来てます、あ、そうか、そうか、そうなんですよ、割と頻繁に、これちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、僕はなんか三上になぜかの母性を感じていて、母性お母さんだと思って、なんかお母さんママだよなんか三上お母さんっぽいと俺勝手に昔から思ってた、本当ですか、なるほどね、なんか優しいからとりあえず何言ったって受け止めてくれるんですよ、お母さん感を感じてるんですよ、じゃあ割となんかそういうまあ距離感的にね、全然取ってましたから、はい、俺も結構久しぶりだもんね、久しぶりですね、一番多分あれあのテレビあるある晩餐会テレビだっけ、はい、のゲストでご一緒させていただいた時に、ね、そうそう、うん、アニメとかでも一緒だって多分すっごいあると思うし、そうですね、なんか分かんないけど、うん、そのまあそれぞれのまあこう今3人の距離感があったりするんじゃないですか、うん、はい、せっかくなんでこの共通点をね見つけ出していくと仲良くなるんじゃない、なさそうだけどな、分かんないよ、意外にあるかもしれませんよ、そうなんでトークをしながら3人の共通点を最低でも10個頑張って見つけたい、はい、はい、分かりました、まあ、プライベート、仕事、はい、まあ、いろんな分野でとにかく共通点を見つけて、まあ、ちょっとそこにトークも含みつつということがございますよ、はい、でね、例えばもうざっくり人間ですとか声優ですみたいなざっくりしたカテゴライズは NG、うん、なるほど、もうちょいこう、もうちょいニッチなところ攻めていこうじゃないかというわけで、早速でございますが、なんか見つけようよ、もうこれざっくばらんに、確かにそうですね、まあ、とりあえず一個言えるのは酒飲みってことじゃないですか、あ、 酒飲みの自覚はありますか、あります、お酒大好きで今日飲めるって聞いていい、ね、すごい嬉しくてですよね、なんか2人ともすごい飲まれるイメージが、だから僕あらかじめ三上さんに何飲みたいですかのリサーチだけしてちょっと用意させてもらって、あ、そうなんだ、ありがたいです、三上さんがこれご所望だっつって、ありがとうございます、え、結構何、私日本酒系、日本酒系が好きなの、お二人ハイボール系、僕何でも飲む、俺も何でも飲む、ね、でも日本酒とかお好きですか、何でも飲む、じゃあ日本酒好きの共通点が、ね、そうね、あと酒好き、酒好き、うん、あ、なるほど、こういう風にめっちゃ画期的、取ってつけたようで SE だったな酒飲み、え、まあ、今ちょっと なんか嫌だな、これが一番共通、酒飲み、ご時世はご時世だけどさ、はい、そういうのなければ割と結構毎日でも飲みたい感じ、あ、毎日でも誘っていただけたら常に行く感じです、ーバーとか行くの、バーバーはおしゃれすぎてね、どうやって注文したらいいか分かんないじゃないですか、とりあえずフレッシュフルーツのカクテルって言っとけばいいみたいな、 あ、 ありますよね、大概いいバーはあるね、なんかフレッシュフルーツのカクテル安本がなんか母性とか言ってるから、俺今なんかちょっと小料理屋のおかみに見えてきたのか、おかみですか、これ越しに見えて、でもテンションはそれぐらいのテンションなんか話をよく聞いてくれる、うん、ちょっと今なんか和服に見えてきちゃったもんね、それが今日割烹着で来ちゃいますか、割烹着じゃねえんだよな、ちゃんとしてワンピースママですよじゃあまあ酒飲み1個いいじゃないですか、はい、いいですね、1個できた、早速あと、仕事関係というか、私はなんかお三方やっぱり私たちツイッターやってるじゃないですか、はいはいはい、エゴサーチを皆さんされるのかがすごい気になって、全くしない、全くしない、されないんですね、絶対傷つくもん、そうなんですか皆さん、わかんないけど、いや、すごい素敵なコメントあるかもですよ、怖い怖い怖い、これは例えばこれ生放送、はい、だから例えば夜遊びもそうだし、はい、うん、あとラジオとか生やってるから、はい、はあの自分の名前でやるのはなんか俺も怖くて、だから番組のハッシュタグ、ハッシュタグだから今日だったら森久保、安本、三上と、はいはいはい、でとかで遡って、なんかなんとなく生でやったやつのリアクションを知りたいタイプ、番組とか、 あとライブとかは、はい、とか舞台とかは、あ、なるほどね、その時は自分の名前でエゴさせる、なるほど、するんですね、うん、でも森久保で検索すると、はい、あの呼び捨てにしてるやつは多分ろくなこと言わないから、あ、森久保、なるほど、森久保3で3まで、俺も森久保って言ってたら多分ろくなこと言ってねえから、3までつけて、3までつけて、安本さんですね、なるほど、3をつければそう心の平和は守られる、あとさ、なんかいない森久保ってキャラクターなんだっけ、なんかでなんか確かにいらっしゃる、なんかいるんだよ、あの女性
アイドルみたいなキャラクターが森久保アイマスとかそうなんかそんなんで、それがやたら出てきちゃう森久保で検索すると森久保ってアイドルがいるんですか？そうだから多分アイマス系そうそういるの。あーそうなんだ、なんだっけ森久保のノノ誰かなんだっけ誰か分かる人いるんじゃないですか、うん、コメント欄森久保ノノ、ね、そう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 、だ一時なんかこう絶対男だろっていうアカウントがさ、はい、森久保かわえぼえみたいな感じで俺なんかファン層ずいぶん広がったなみたいな、いや今日すげえ俺なんか可愛いって言われてるんだけど何があったみたいな。なるほど。ライブの日とかで自分のやったバリバリのライブやった後になんかめちゃめちゃ可愛い言われてるけどなんか男多いなみたいな、違う世界になっちゃった。じゃあその森久保ののちゃんってキャラクターが知ってる？なんか聞いたことあります、うん、アイマスだと思うんですけどね。そうなんで森久保って知ったんだろうね、うんなるほどな。だれえじゃあしおちゃんすんの英語さん。私すごいして傷ついて辛い思いしてます。あのすんなよ。でもなんか刺激が欲しいんですよ。おいかれてやがる。検索ワードは何でするの？あだ名ミカシーって呼ばれてます。ミカシー。そうかそうか。そうで、ね、ミカシーで検索すると、まあ、いいことも悪いこともいろいろ出てきて。今日みんないいことだけ書いといて。だとすごい喜びます、ね、お二人のファンの方絶対優しい方だったと思うんで楽しみにしてます。いいことだけ書いといて。でもミカシーって愛称を呼んでる時点で。でもなんか最近そのウインナーおばさんやんけみたいに言われて。何それ、何のみんなおばさん。どういうこと？なんかでもこの後なんかね、なんかあったら語りたいなと思うんですけど、なんかすごい好きなもん、ね、ウィンナー好きですか？ウィンナー好きなんですよ。すごい加工肉好きで、はい、加工肉。でもなんかベーコン嫌いなんで。あ、そうなんです、ベーコンに謝れとかよく言われてます。ベーコン、はい、ベーコンはダメなの？ベーコン燻製はダメなんですか？燻製はちょっと許せないですね。そうなんか視聴者の皆さんからある？皆さんからなんかないかな、仕事絡みとかでさ。確かになんかあと メインバンクとかさ。メインバンク言うの？メインバンク。どこの銀行にギャラ振り込んでもらってるかとかさ。銀行名ぐらいだったら問題なくね。大丈夫ですよね、銀行。あれやめとくでも、わかんないけど。車の免許持ってるの？持ってない。持ってます、持ってます。ペーはい、まあ、ほぼペーパーです。私もペーパーですけど、うん、持ってます。免許持ってる、ここに書くの？それこそなんか新人のプロフィールの。俺会社も一応持ってますよ。持ってるよ、俺もバイク。バイク、バイク、バイクはないから。ないか。難しいな。どうぞ。ないわ。なんか来ました。すいません、阿川急便です。かわいそうに。阿川急便。そんなこともさせられるのか。どうした？阿川急便。阿川宅急便の。阿川宅急便。阿川。高橋、ちょっとお前も偉くなったんだろ？いいえ、全然下っ端でやらせてもらった。どうした？高橋さんは今、はい、月曜日に左遷させられてかわいそうだ。月曜日は左遷先なんだよ。え？何阿川急便？何？阿川急便。何？荷物？荷物届く。めっちゃ多いです。え、めっちゃ、え、なんかメッセージあるんですけど。なんて？読んでください、読んでください。あ、どうした？あと、いつも大変お世話になっています。三上様、安本様にはいつもいつも函館カールレイモンの商品を紹介いただき大変感謝いたしております。いやいやいや、個人的に好きなだけです。弊社はカールレイモン氏が1925年に北海道函館でお店を開いてから。皆さん聞いてください。どうしました？聞いてますよ。今年で森久保さんに言う97周年を迎えました。誰が？函館カールレイモンさんです。ご存知カールレイモンです。はい、あのカールワイデルレイモンさんです。あ、カール、はい、カールワイデルレイモンが作ったやつです。カールもう90いくつ？すごいね。違います、35年前に亡くなってます。多分作ったカールさんはもうあのいらっしゃらない。もうそうなんです、35年前に亡くなってはいるんですが。どうした？そんな、うん、北海道産の原料肉にこだわったドイツ伝統のハムソーセージを召し上がっていただければ幸いです。最近は店頭や SNS などでもミカシーといえばカールレイモン、安本さん推しのカールレイモンなどお二人の名前を耳にすることがで大変嬉しく思っています。また森久保様にもぜひお召し上がりいただき、はい、カールレイモンをご贔屓いただけますと幸いに存じます。え、でちょっと待って、こっち側が勝手にあの買ったんじゃなくて本社にとつったの？とつ？ちょっとごめんなさい、俺事情が分かってるんですよ。カールレイモンさんっていうのは何なんですか？函館にあるソーセージとか加工肉の会社です。へえー、あ、でそれ2人が推してるの？僕がすごく好きで、一時東京でも簡単に買えたんですけど、あのお店がなくなっちゃって函館に
俺ユサさんと仕事で行った時があって、その時にカールレンブ売ってる場所連れてもらって買ったらやっぱうまくて、そっからずっと通販とかやったりとかで月々行ってたら、うん、あのなんかよくしていただくことで、あらで三上村上で勝手に女装のところでうめうめ言ってた、はい、私は小学生の頃の修学旅行でカールレイモンの工場見学に行ったことがきっかけで、なるほど、そうか青森だから、そうか青森なんで函館に行きやすくてですね、それ何届けてくれたの、つまりこの中に入っているのは、レイモンさん